んなジュンさん、ジュンさんいないじゃないですか。俺ね、なんかこうやっぱ仲いい先輩とかそういうのがベテランの人たちとかでもやっぱいたから、うん、俺の世代だと若手の頃から例えばケンユーさんとあの堀内ケンユーさんと小杉十郎さん、拳銃コンビっていう、ね、あの飲み屋とかでも飲んでる時にこう十郎太さんがすげえ酔っ払ってジュンつって拳を日当たると合わせてくる今日に1回ぐらいジュンって言って拳を合わせてぐらい出来上がった時にケンユーさんが十郎太そろそろあの明日あるから俺帰るぞっつったら、うん、俺はまだ痛いって言ったら覚悟決めてしゃあねえってボソッと朝までか最後まで付き合うケンウさんを見て仲いいなと思ったりあります、うん、私もそこにひょっこり入り込んじゃダメだよね女子が、うん、そこにひょっこり入り込むと、うん、もうなんていうのかな中、うん、入り込んだことあるわ入り込んだことあるんだすげえ面白いし可愛いじゃんああいうのはなんかこれがまあ仲いいってことかっていうのを感じて俺にはいねえなと思ったあまあ、同世代とか後輩でこう2人でジュンさんと並んでて違和感がないって人ってあんま違和感しかないでしょ全部だいたいそのどうなるんだろうっていうでも違和感が仕事みたいな人だからしょうがないまあ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 しょうがないあのやっぱ俺世界のバランスを取ってるから、うん、すごいイルミナティの人みたいだそう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 、うん、で本題に行かないのじゃあ行きますよということで、うん、本題に行きますよ、はい、今回紹介するのは、